せーの、まったりモンハンエクスプロワー Google プレイゲームウィーク。さあ皆さんお待たせいたしました。ということで自己紹介を、あれ、またそうなんですよ、またちょっと一人遅刻しちゃって、来れないってことなんで、困るよベイトさん。でまたちょっとね、代わりに、あ、代わりいるの、僕の彼女を呼ばせて待ってるんで、はい、じゃあ来て、ベイちゃん会いたかった。死に行こう。トラちゃん。はい。ということで始まりました。いやー、これがないとね、もう始まった気にならないということでございました。じゃあせっかくなんで4人また集まったから、はい、またせーのでタイトルコールいきたいと思います。ね、いきますよ。せーの、まったりモンハンエクスプロワー、Google プレイゲームウィーク。さあということでございまして、改めて一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思いますけども、はい、まずはじゃあ僕の隣からいきましょうか、はい、お願いいたします。皆さんどうもこんにちは、ペイントです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそしてその他にいらっしゃるのが、はい、ペイントさんの彼女こと死神と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もこの格好で家から来ました。さあそしてそしてその他にいらっしゃるのが、はい、皆さんクロノワと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後はこの方、はい、いつもは、毎回日常の裏方として活動しつつ、水着とかを作ってます、パーゾーです。そうなの。そうです、よろしくお願いします。水着作って、水着の水着って、僕らの死神くんとか好きんです。ああ、びっくりした、びっくりした。だって水着ではない、変な趣味ではない、本物が来たぞと思った。いやいやいや、ということでございますけど、じゃあじゃあまあ4人はじゃあもうチームワークがバッチリだと、はい、いうことでございますので、早速このモンスターハンターエクスプローをやっていきたいんですけども、はい、その前に僕の方から2つほどアナウンスがございます。まず1つ目、皆さんモンスターハンターエクスプローは現在 Google プレイで好評配信中ということでございますので、画面の右上の方、みんなが見て右上ね、あっちの方をですねクリックタップしてみてください。ニョニョニョンとダウンロードリンク出てまいります。ですのでまだ持っていないよという方はですね、ぜひそちらからダウンロードをよろしくお願いいたします。さらにさらに、現在はですねゲームウィークということでいろんな、番組やっておりますので、気になる方は概要欄の中にあるゲームウィーク特設サイト、こちらの方もチェックをよろしくお願いいたします。さあじゃあ早速やっていきたいんで、まずはですねハンターランクを25まで上げようっていうのを昨日から目標で頑張っているので、よかったらまずは最初はおのおの、そのストーリーモードみたいなやつがありますので、はい、そちらの方を進めていただきたいなということで、はい、こんな画面を用意してあります。ゲーム画面出せるでしょうか、お願いします。はい、もう皆さんの画面が全て見えるようになっていると、はい、つまりこれはサボったらすぐにバレるというシステムだよ。やばいな、はい、あ、やべえ、そうか、切り替えじゃないんだ。そう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 、あらららららら、ダメダメダメ、もうすぐ見えるから、裏で足引っ張ってからすぐ分かるからね。、うん、マジかよ、裏でもう25のやつもらおうと思ってたのに。さあじゃあやり方、あちなみに知ってる？僕は知らないです、ちょっとまだ初めて。僕も知らないですね。知らない、変わった程度ですね、はい、少しやりましょう、少しやった。じゃあ後ろ2人がきっと支えてくれると思いますので、分かったことは聞いてね、いつでも答えるから。分かりました、はい、はい、じゃあまずは早速探検出発を押していただいて、とりあえずやってなれろってことですね。その通り。大丈夫ですか、あの音。ほんとね、俺ね、ダメなんだよ。あ、それ触れていいんだ。お疲れ様です。むしろあのこれ風邪ひいてるわけではなくて、はい、ただ単に大きな声出しすぎたせいで、こんなちょっとね、若干ハスキーな声になってるってだけで、気にしないでください。はい、はい、おい、ヒゲさんの分も僕らがね、そうそう、僕たちがね、盛り上げないとね、ダメなんだよ、うん、理想としてはもう一切喋らないが理由。なんとか助けてください。いやいや、そうしましょう、ヒゲさんを。ニューっていうのをどんどん先の方にあるニューのマップのニューステージを、はい、始めていいんですか。ガンガン始めてください。これ武装とか変えられます、これ。あ、ですね、装備の方から変えられるんですが、一応現状で、その端末の中に入っている最適な装備を1つないしは2つ、もうセットとして用意はしています。はい、なのでちょっとそれ以外のやつっていうとまた一から育てなきゃいけないっていう。なるほどなるほど。死神さんだとね、多分ね、ヘビガンかな。はい、死神くんじゃないもん、絶対それは。あ、違う、クロノワさん、クロノワさんヘビガンだ、ごめん、ヘビガン違いますよね。あ、僕体験、もしかしてこれ、お、ペイントさんとか確か体験かタチかどっちかが。あ、体験っすね、タチですね、うんうん、タチ。トラゾーさんはタチです。はい、僕が双剣です。双剣かな。お、お、
使おうと思ってたやつのやつだ。言ってた。よかったよかった。言ってた言ってた。皆さん狩猟笛なんか強くなってませんか。あー、ね、ただね、クロノさん、ヘビガン今このパーティーの中で最強状態、はい、マジですか、びっくりするぐらいで気持ちいいから、ぜひ使ってみてほしい。じゃあ使って、使ってみます、うん、昔使ってたのにな。もう早速僕やっちゃっていいですか。あ、進めてください、進めてください。はい、準備完了。はい、誰が足引っ張るのかな、これちょっと見てみようかな。いや、ちょっと初めてなんで、うん、え、オート使用するとか、ちょっと違う違う、オート使わない使わない、出発する、そう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 、出発操作からね。はい、うん、ちなみにタップをすると、あ、攻撃します。タップをするとこうやってする。あ、なるほど。おっしゃい。あ、長押しでこれ、ため切りってことですね。やっちゃうぞ。そうです。操作説明見ますか？見ないでいいのか？もう任せて、俺はもう。いいえで。はい。感覚で。小型モンスター来た。感覚でやっちゃうわ、もう。おぉ。なんか緊張する。緊張するない。後ろか、後ろに回り込んで。お前、そんな服装で緊張するか言うんじゃない。大丈夫だよ、死に行こう。避けるのは、避けるのは。避けるのは。上、そうですね、ここの、ここの上からです。あ、なるほど、スライドしてください。めちゃくちゃ、はい、当たったし、めちゃタイミング悪い、めちゃくちゃ狙われる俺。ちなみにあのコンボとかを決められるんで、一撃、二撃目でその後にシュッて、はい、誘拐すると、うん、あのすぐに体勢を立て直して、あ、なるほど、また次の攻撃にすぐ行って、体勢しまうのってどうやって、すっごいサクサク進む。あ、ノートとかないっす。ヘビボが強、はい、ヘビガンいいでしょ。めっちゃ強いっすね。そう、今ね、多分一撃なんすけど、まあ、うわっ、ダメージの桁がおかしいんだけど、クロノワさんだけ。そう、あ、なんか採取してクリアした。お前最初採取クエだったら、うん、特にクロノワさん、クロノワさん、あのね、ため打ちっていうのが相当時間かかるんですけど、当たったらね、やばいぐらいのダメージ。ちょっとそれ狙ってみましょう。じゃあちょっとクロノワさんを僕たちが守れたらいい感じですね。デュオレースだ。そう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 、だからマルチプレーの時とかは超クロノワさんがね、あ、なるほど、そらそらいきなりデュオレース嘘でしょ。大丈夫。やばいやばいやばい。え、僕なんだろう、誰だろう。高校生の時に負けた記憶しかない、はい、そしてクラゾーさん、クラゾーさん画面の中央右側に光ってる、はいはい、あ、あります、あれがブギというですね、はい、すごい痛い、あい、痛い攻撃、痛い痛い痛いって変だね、痛い攻撃ができるので、あ、やばい、毒った気がする。ここぞっていうタイミングで押してみてください。わかりました。はい、お、ダメージあった、出た、あ、じゃあこんな風に変えれば、クマさん出た、おーら、あんまい、あんまい、やばいやばい、超なかなか貯めれないですけど。分かった、もうこれ回避よりガードの方がいいな。顔に当てて、ガードを前側に使っていこう。あ、だめだな、タチはためではなくて、切っていくとどんどんゲージが上がっていくので。なるほど、はい、じゃあもうどんどんと切って、はい、いてー、この野郎、やっぱ顔が一番ダメージでかい。あぶな、避けて避けて、回避、回避をね、強そう、使いながら、あー、あ、気持ちいい。ダメだこれ。さあ、ちょっと、ちょっ、あれよ、あ、まず慣れないとダメだ。やばい、トラウマが、トラウマが思い出される。近づけ、ヒットアンドアウェイ。マジこれ静かになったな、うん、集中しちゃうわこれ。クロノワさんは一撃を狙えるのか。いや、ちょっとこれ厳しいですけど、え、見たい見たい、痛い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 、でも硬いなこれ。あ、ダメだ。あ、上にこうちゃんと HP ゲージが出てるんだ。出てます。気づいてなかった。これいいっすね。やばい、リオレース、リオレース辛いな、最初から。わあ。そして、あ、立ち回りを皆さん、緊急回避を必ず使って、立ち回りを覚えてください。避ける。ちょっと待って、逆に。普通に食らってる。危ねえ。うわあ。お、これで攻撃して。なるほどね。緊急回避をすると、スキンがね。そう、コンボってやつやりたい。1、2、3。さあ、行くぞ。ちなみに。1、2、2。放て。双剣押しっぱなしでも、ずっと出ます。え、お。2931ダメージ。やばっ、なにそれ。おかしい。もちろん近づいて最大チャージ行きましたよ。あ、やばい、やけどしてる。あー、これ HP 出てるのめっちゃ便利だわ。はい、うわ、やばいやばいやばい、すごい。でも重森さん、あと1ゲージです。やべ、やばい、マジですか。やばいやばいやばい。ちなみになんですけども、おお、はい、モンスターですね、あの V をタッチすると、そこを攻撃するようになります。なるほど、じゃあ V 破壊を、 V をタッチすると、はい、まあ、ペイントさんとシニガさん倒しちゃいましたけどね。倒しちゃった、倒しちゃった、やばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、待って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 、敵強いんだけど。さあ、クロノワさん苦戦してる状態ですけれども、尻尾切ってやる。あ、今とか貯めるチャンスかもしれないですね。了解です。貯めて貯めて、ゲージが貯めて、ゲージが貯まらない。もっと貯めて、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 放て、今だ。そう、マジかよ。よしよし、めっちゃかっこいいじゃん。何これでしょ。スキルを使います。さあ、ここで今、武器使ったんで攻撃が上がりました、さらに。さあ、なんとか間に合うか。シール、いや、これちょっとまずいっす。ちょっと待って。
リオレースいやしくじったわ。こっち狙う、こっち狙うなお、落ちた、落ちた、今だ、今だ、今だ。お、尻尾切った。お、尻尾切った、ドラザさん、ナイスですね。今だ、今だ、今だ。あ、ここ今11だよ、俺も11だ。お、大体同じぐらいで、どんどん先に行くと、ちなみに今回ハンターランクってモンスターを倒すと、上がるのではなく、アップね、ストーリーを進めていくと途中で発見物っていうのが出てくるんですよ、うんうん、その発見物っていうのでハンターランクを上げるためのアイテムを手に入れることができるので、まずはストーリーをどんどん進めていってください。はい、やれ、いけ、いけるか、アイルー頑張れ、いけるか、アイルー頑張れ、おい、撃つ、あー、クロスさん、いった、あ、よっしゃー、危ない、よし、倒した倒した、ちょっと待って、待って、強さを倒してる、やべえ、すげえ強い、これでしょうでしょう、いや、これ面白いです、手伝って楽しんでる、めっちゃいや、こういうね、大ダメージ与えるフォロズム、うまくない今の余計いやほら、なんか、僕戦ってた時めっちゃちっちゃかったんだけどすごい、うまい、あ、ちゃんと部位も選んでるわけ、これ頭選んでるんだ、そうそうそう、危ない、待って、俺やられてるわ、ペンちゃんやられてるよ、他人の画面とか見てられない他人の画面見たら死ぬからね。あ、分かった分かった、これ回避こうね、あの、この丸ボタンの外でやるの、早く終了したい、あーアイルめっちゃ可愛い、アイル頑張って、お、クロノさん新発見見つけましたね、見つけました、新発で、そこでタップしてストーリーを進めると、はい、お、あ、なるほどね、やった、そうやって上がっていく、やるじゃん、ドラゾー、どうだどうだ、グッジョブ、本物かよ、お前終了したぜ、やったぜ、ちょっとマルチプレイ期待できますよ、楽しみだよ、楽しみですね、それまで皆さんどんどん鍛えていっていただければと思いますから、はい、いやーもうどんどん倒そう、そしたら今クロノワさんアイテム手に入れたと思うんですけどもクリアランクシーン、はい、ですね、一回戻ってもらって、はい、下にあの宝物庫っていうのが左から3枚、それの成長のこれですか、それを選ぶと今だと防御力上げられると思うんですよ、はい、そこを押してみてください、あー強化、はい、で、ハンターランクアップ、これで上がるんですね、はい、そうです、なるほど、体が燃えてしまっている、うん、これは水のとこでさ、くるって、あー、治った治った、治ったでしょ、ほらこの3、避ける、ちょっと早めに避けよう、おー、もうガンガン次行きますよ、そっか、狙う場所をまず決めて、頭を狙うんだから、頭を狙おう、はい、もうた、あの、攻撃したら避ける、うん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 、ちょっと殴って、あ、待って待って、前に行こうとしている、やばいやばい、ん、あ、これかな、動きを見るんだ、ダンディのおじいさん、いけ、1、2、3回来るかな、あ、来ない、相手の攻撃を見るのは大事ですね、大事ですね、ほら、1、あれ、あ、これツツキなんだ、前向いてると怖い、あ、バックステップ攻撃、ドスジャギ、ほら、ほら、完了、順調、さっきより順調に、もう慣れてきた、俺、いい感じ、いい感じ、1、2! なんで2回目やってなかったのおら小型モンスター3匹、2発で終了、あ、死神さん、ブギー使えますね、あ、使えちゃいます、はい、あの、今赤く光ってると思うんですよ、画面中央、左側、これは、攻撃力アップだった、そうですね、さあ、今のチャンス、どんどん攻めましょう、やばい、溜め攻撃、どんどん攻めたいけど、超怖い、いやいや、勇気を持って、あ、本当にダメージ上がってる、そうです、怖がるんじゃないよ、めちゃめちゃ強いって、お前はこの放送でそんな格好で来てるんだもう怖いものないですね、怖いものは何もない、確かに、うん、もう最低電車乗るっていうアイアンハート、いや、電車怖かった、武器だって、最初武器だって双剣だろ恐れを知らず、そうそうそう、もうお供が頑張ってる、敵の懐に飛び込んで、内側から切り刻む、お供めっちゃ頑張っとる、かわいい、そうですね、モンスターエリア、避ける、いける、おお、あ、また止まった、あ、で、死神さん、その状態でこれ、溜めたいな、溜めかな、溜め、長押しですか、相手近づいて、さらばだ、溜めるぞ、そうすると、そうですね、おお、かっこよ、おー、今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 やられてる、ナイス、おお、おお、どうぞ、どうぞ、双剣の、あの特性で真ん中に、はい、あのメーターがあったじゃないですか、うんうん、あれが赤いメーターになると
そのメタ全部使い切っちゃうんですけど、はい、一気にこう、あ、一時的にすごくダメージが出る、ランプができるみたいな。あ、じゃあ攻撃力アップ使った後に近づいて長押し。いけいけいけ。リオレウス倒した後だとね、ちょっと心に余裕ができる。いや、俺もそんなでっかいの倒したい。まだ倒してない。いけいけいけ。よし。だいぶもうみんな使いこなしてんじゃん。いや、もうね、楽しい。待って、俺も。いや、ドスクロギー討伐。いや、俺も練習して。いけ、ジャギ。マルチジャギじゃない、ドスジャギ。やっぱでも、前線で戦うのが、うん、結構多いよね。今だって構成的に体験、タッチ、双剣、弾乱でしょ、うんうん、ヘビーガンか。あ、ヘビーガン、じゃあ遠くでじゃあずっと打ってもらえれば。よし、任せとけ。なるほど、ね、なんか出てるダメージが大きいですね、やっぱり体験。お、うん、体験でもね、これ貯めるとね、1000とかね、普通に出るよ。僕今攻撃力アップして200とか単発、あ、それでもジャ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 、双剣は手数で攻める感じでしょ、うん、荒らせばいいんだ、荒らせば。懐に入って。いけ、一戦。あ、危ね、ギリギリ当たった。一気に瞬間火力で敵を倒そうぜ。でもマルチ楽しみだ。なんか、そっか、眠りづらくなってる。これは何の効果なんだろう。お供の効果なんだろう。お供か、装備でしょ。装備か。装備の方で多分睡眠マイナス 25% で、あ、なるほどね。はい。いけ。これは食らって、あ、毒とか持ち越さないわ。画質めっちゃ綺麗だわ。ね、いけるかな。おら、さあ頑張ろう。すべてを学生時代思い出す。どういうこと。学生時代。なるほどね、そう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 、ああ、あの狩りをね、そう、休み時間の間にね。びっくりした、なんかこういうモンスター戦ってたのか。学生時代に。そう、そういう系か。そうそう、いや、どっちかっていうと、まあ戦ってたんだ。今までのシリーズをやってましたからね。そうそうそう、うん、まあみんな通るよね、絶対この道はね。通ってますね。先生にね、募集されるって。僕ら世代はだいぶあれなんじゃないですか。おー、そうです、ちょうど。あ、ペイドさん S ランク、すげー。 え、すごいの。うん、S ランクっていうのはね、1分30秒とか。え、取りたい、食らわない方がいいんですか。食らえ、いや、食らわないよりもタイムです。あ、じゃあもう本当に早く、ガン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 攻めていくべきだ、はい、ガンガン倒した、倒した。まあね、まあ僕は何でもできてしまうから申し訳ないけどさ、すごい調子乗るからね。ガンガンいくよ、俺。さあ、岡本さん、討伐マスターに恨まれる。レオレウス戦ってんじゃん。レオレウスだ。おお、これ、うわ、怖い。近づきたくない。そうだよ、レオレウス戦って。うわ、待って、うん、落ち着け、落ち着きます、先生。俺が全て教えてやるよ、モンスターハンターの。S を取るコツは、猫たちを私を守ってくれ。コツは、おりゃ、もう気持ちだよね。気持ち、精神の。そう。そうか。あ、なんかここ素材回収だ、今回。お、青嵐だ。あ、なんか、なるほど。敵の風圧を受けるとゲージが減っちゃう。あ、違う。攻撃を続けてないと減っちゃうから。その通りです。続けて。殴り続けないで、ためて、はい、撃つと、なるほど。で、特に最後まできっちり当て切ると、はい、ゲージがすごい上がります。それやりたいですね、一回ぐらい。ちょっと、うん、なんかみんなのとこ行く前に上達して一人前になりたいな。来た、ドスフロギーだ、今回は。あ、倒してるじゃないですか。あ、いいよいいよいいよ、うん、今チャンスチャンス、そこでどんどん溜めていこう。いけ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 、あ、溜まってるから攻撃力アップ。じゃあ、ほら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 、おら、使うタイミングも考えない。おら、はい、頭の、死神さん、はい、ターゲット壊れましたね、部位が。お、なんで違う、例えば羽とかに、そう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 。羽だとちょっと、双剣だと届きづらいです。届くのかな、まあ。で、あ、なんと、あー、頑張れ頑張れ。はずいはずいはずい。あと尻尾とかね。尻尾、そうですね。おら、おら、うわぁ、うわぁ。これはこう、破壊した部位が多いほど、クリアした時に、報酬が。その通りでございます。おお、はい、なので積極的に V 破壊を狙っていただけた方がいいでしょう。青くなったらこれ V 破壊なんですね。青くなったら V 破壊が完了したってことです。あ、なるほど。溜まっている、溜まっている。うわぁ、さあいった。うわぁ、うわぁ、倒した、倒した。おめでとうございます。いやぁ、一番かっこいい倒し方だ。俺も倒したい。ちょ、待って、俺も倒したよ、ちょっと。待って、いくらい飛ばせ、行こう。じっちゃんの何か
よし、よいしょ。あー、ドクった。俺も負けてられないからな。あー、必殺技出したいけど、これは S 取ったんじゃないですか。100貯めたい。C じゃん。あー、これは S 取ったんじゃないですかって一番低い。そうか、全然あー、すごい。弱点当たるとめっちゃ減りますね、これ。そう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 、気持ちいいよ。ボーンっつって、うん、あ、青くなってるの。青くなってるのはもう V 破壊って感じ。完了、完了、うん、いけ、100貯めたいな。ちなみにその状態だったらペイントさんはね、胴体にターゲット書いといてあげた方が、あ、こっちですか、なんとなく当たりやすい気がする。まずい、まずい、これは。なるほど、まあ、よし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 、100貯まう、100貯まう何やら、お、お話が来てそうですね。お、リガミさん進んでますね。これはやっぱり、クラの方がいいわけですね。いや、いいと思います、それでは行きましょう。外した、ため切り。お、すごい。いや、君たち、ちょ、うっさ、関係は順調かい。順調かい。その見た目でその声やってくれないから。オーク博士、どうしたんですか。後からジョンさんを頼まれてしまってね。どうやら届かないか。あ、彼女が誘発しているみたいな。よいしょ、いい音か。かわいい、この子は。すごいな、アイルンの名前がワッフルにサブレ、はい、かわいい。お腹減ってきたな。さっき弁当食べたでしょ。さっき裏で食ってたら、本当に緊張して全然食べられなかったんですよ。そうですよ。あ、そっかそっか、まあ、終わったらね、一気に食べても、みんなで一つの弁当シェアしてたの、はい、そうね。エビチリちょうだい、うん、おー、ゴーダンさんがかます。やべえ、すごい。いや、余裕ですよ、こんな。あ、しかもさらに合力、まあ、ダメージ力アップ、場所を、なるほど、青足だ、すごいな、うんうんうん、こっから攻撃重視であれ、さっきから C しか見てない。なかなか難しいですよ、ランクエストの。いやー、これはね、もうどんどんと。クロノさん、ちまい、ちなみにあの V 破壊終わってるんで、違うとこターゲットした方がいいの。青柱、え、なんか青柱やれって言われたの。これで、今青柱を、はい、あ、やってくれた。持ってる、持ってんじゃん、すごい。納品しちゃえば、納品して、そうですね。あ、こちゃんがボルボロ、あ、倒しちゃった。ん？空から火の塊が降ってきたような感じだ。お、それもかなり大きな火の塊だ。ほほ、何が起こるんだ。ん、何が、何か問題が起きていることに違いない。フハンターとして探らねば。あ、もうそれは探んないとなるだよ、うん、じゃあ死神さん、画面の下にですね、はい、宝物庫っていう、お、行っちゃっていいんですか。そこ行ってください。やっぱこう、僕進めながら右往左往をいろんなことしていくのが好きなので、お、こういうとこ見たいですね。じゃあ成長の古代碑かな。成長の古代碑、はい、うん、こちらの方で、あー、ごめん、まだ上げきれなかったわ。そこでハンター、ここでハンターランク上げられる。あ、なるほど、はい、なのでそこを覚えておいてください。はい、戻る、はい、ただれますか、町。町はそのフレンドとかね、そういうのを仮友を見ることができるかもしれないですね。メラルーだ、行け、やれ、探検出発、てらっ、てらっ。あ、左上に時刻が、おお、いいぞ。あ、痛い、ちょっと待って、許して。ヒデさん、テンション低いんだって言われてます。テンションが上げられない。俺が今テンション高い声出そうするとサーミナガッタッタッタッ、こういう声になるからダメなんだよ俺。まずまずい、そうそうそう、ヒデさんを休ませてあげようっていう話だったからね。みんなもね、こう、そうそうそう、僕たちが頑張ってね、そう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 、できれば今日はもう喋らないで盆栽とかいじったいんだよ。盆栽とかいじったいんだよ、したいんだかも。すごい、あ、うまい具合に釣りをしてますわ。釣り？ミニマグロ。俺釣りして。釣り行きたいな。釣り行きたいね。もうさっきから釣り2回ぐらいやったな。俺さっきでも鉱石取ったよ。あっつかかってこい、はい、おお。いや、そこにちょっと挑発するのやめて、ちょっと猫、猫。わ、すごい、うわ、かっけえ。わ、すごい、鱗のシーズンまでちゃんと乗ってる。ドスジャギ、これ危ない危ない危ない、一掃できんじゃないかこれ。よし、はい、一戦、はい、よし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 、使って、使うの早かったな。いけ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 、
痛い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 避けるよ。ああ心配。くそ、ため攻撃当てたい。戦いの危険だ。ああ、リオレスいった。お、おれ！うわ！見ました今。見てたよ、ピンドさん、うん、今弱点頭にね思いっきり叩き込んでやりましたよ、うん、こうそれがねもうきちんとできるようになったらもう一流です。一流、あと1回やる気がする。ここで止まる。まだやるんだ。危ない。マルチは頑張ってきた。頑張ろう。ため切り。それでいうとまあ、うん、さあ狙い時だ。1個ぐらいハンターランク上げてから行きたいな。あそうですね。ちょっと起き上がるの早いな。目標25っからね。そうなんですよ。な、何やらマークみたいなものが。お、溜まった。いけ、1000。うん。どれどれ。もうここの。え、それは、あの、だから V 破壊できた。やばいよ。めっちゃ怖い。青くなったらね、V 破壊できたぜってことだよ、多分。うんうん。よいしょ。別の場所。うまいなぁ。うまいなって今。あ、来た。俺、リオレースやらないといけない。よし。これはもう、任せて。黒野さん、今ためです、ためです。やばい、これ潜んじゃない。潜んなかったわ。さあ、ため切って、さらばだ。あっ、あぁ偽ライク、強い。強すぎ。いやいやいや、もうこれでいけますよ、って。すごい。もっと攻めなければ。恐れるな、はい、一回。男は、攻めるのみ、一手。この立ちから弾出ないかな。クロノナさんがやばいな、今回覚醒してるな。もしかしたらチームになったらエースになれるかもしれないですね。みんなでクロノナさんをフォローしながら。そう、そうですね。もう狙われなきゃもう自由にできますね。その代わりね、あの走行はね、お弱いです。走行はね、だから僕らが前線でどんどん戦って敵を引きつけなきゃ。その通りです。何やら回復をしてくれたようで。死神おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんに見えた。おばあちゃん、おばあちゃんに見えた。おばあさんや、その髪の色的にじゃないか。おばあさんや、楽しいの。もうちょっと背筋を良くしようか。お、いやもう、いや全部受けている。そうかね。あっつっ、ちょっと待って、落ち着け。あと1回。はははもう少しで修行できるぜ、ボルボロス。さらばだ。はい、オッケー。前の装備をよこせ。クライスさん、やばいやばいやばい、待って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 、そうそうそう、落ち着いて、溜めて溜めて、おい、うん、どこにも行かないでごめん。待って、いや俺はねこれやりたい、ここやりたい。危ない。やっぱこうリオレースって言ったら、ちょっと画面が見えない、画面が見えない、尻尾切らないと。待って画面が見えない、何も始まんない。画面が見えない、画面が見えない。どうしたどうした、いつももうちょっと前に。あ、ワフラー。俺も結構前鏡になっちゃってるね。あ、じゃあちょっとだけ横に、ちょっとずれるよ。すいません。これで背筋良くなるでしょう。お、イエイ。尻尾切りたい。やっぱこういうのは尻尾切んないと始まんないでしょ。始まんないっすね。ちょっと待って、この尻尾に翻弄されてる、まず俺。めっちゃあるある、めっちゃダメージ食らうわ。尻尾切りたいね。ほら、いいね。ほら、すごい。おお、素晴らしい。お、これで、おっと、おおら、おお、おお、見て尻尾に翻弄されてる。ペイント君まだまだだね、火力的に。まだまだだな。まだまだ。いやクロナー先輩には負けますよ、さすがに。いやだって2000とか出てたでしょ。恐ろしいよ。あれ700しか見ないやん。まあタッチ双剣は割と手数が、ね、だからね、なんだかんだでこれ結構進んでるんじゃない。そうそう、それタップをしてください。はい、あ、シャランさん、見たことない仲間たちの援護がないと何もできません。僕に来ました。よく来たわね、見せてみて。うん、何やら突進してきそうな。突進か、突進なのか。これ連打です。あ、突進だ、はい、追っていく。これ連打すか。確かに、まあ連打しなくても大丈夫かもしれないですけど。おら、まずかな。おら、あ、尻尾切れた、やったー。それやると、あとのご褒美が、ご褒美がもらえるわけだ、はい、すごい。マックス体力、レベル6。あ、倒せた、ね、イエーイ、はい、うわ、お、ハンターランク上がりました。イエーイ、ハンターランク12。さあ、トラゾーさんがハンターランク12になりました、皆さん。あれ、まだまだ、まだまだ11かい、君は。あれあれ、
違うじゃん、待ってくださいよ、ちょっと心はもう25ぐらい、うん、心のハンターランクは25だよ俺誰も相手してくれなくて誰も相手しねえもん、戦ってなかったね、みんな夢中だものハマっちゃうもん、このアイルのお供のなんかレベルもあるんだよね、そうなんですよ、避けた、上手くなってこれもやっぱね、一緒にレベル上げると、まあ、ソロね、シングルでソロでも楽だろう、あ、夜だ、この男、成長している、あ、てか俺気づいたら12になってた、あ、なんかもう12なんだ、あれ俺さっき11だったもん、あれ最初、え、なんで、マジで分かんないけど、まあ正直端末もね、昨日のところの進捗差がありますから、ここのその、あれで俺、12だわ、え、でもね、こう端末を引く運命力みたいなね、うん、そう、もうこいつが俺を選んだから、ね、そう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 、この端末が俺を選んだの、みんなそろそろいい年なんだからさなんすか、いや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 、もうね、そうですよ、日常チームも10月でとうとう、あ、もう10代が1人になった、そうですね、そうか、その10代がしかもこんな感じになっちゃってそう、こんな感じ、ラスト10代がこんな感じ、ラスト10代が、わあ、日本の未来は暗いないい、いや、まあでも僕も10月でね、うわ20歳だよね、いやどうなっていくのか、でも正直ね楽しみ、このまままっすぐ伸びていってほしいですでに曲がってる場合はどうするんですか、ヒゲさんと会った時だって3年ぐらい前ですよね、そうだね、あ、もうそんなになるのか、すごいんですね、なんで、いや懐かしい、懐かしい、うん、成長見せよ、そうそう成長成長見せよ、成長見せよ、変わんないような気がするもん俺ら、まあさらに一人は若干悪化してるから成長の度合いがね、日に日にね、レベルアップを、うそう、ある意味進化をしてる、いやでも今回はね、うん、カラコンとかにも挑戦してみたりね、こうグレードアップを狙ってはいるんですよ、うん、なんかクオリティは上がって大丈夫、うん、まあね、もう怖いよ今後がそうね、いやだからみんなしましょう、みんなします、いや、そなるね、そういく巻き込まないでほしいな、なんか俺たちをね、うん、あんまり巻き込んでほしくない、ね、日曜日に一般人だからさアブノーマルではないんですよ、普通なんだけど本当にこう趣味に全力っていいじゃないですか、あ、ね、あれでしょ、日曜面でバー日常みたいなおやばいな、やだ、もう想像しただけでちょっと、うん、でもね、音楽とかもね、いい感じの音楽がちゃんとあるし、ね、ちょっとね、あのみんなとね、仲良くなれる、すごい素敵なマスターがいて、素敵なマスターがいて、そしてで、ね、あのヒロイン、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 お店のね、ヒロイン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 が、ヒロインが、そういうことか、じゃあみんなでバー開くか、いいじゃないですか、いいじゃないですか、やっちゃいます、絶対嫌だね、俺じゃあそろそろなんですけど、はい、まあ、これ一回やったら、はい、そろそろマルチいっちゃいますか、あっ、し、はい、待って、俺はじゃあこのじゃあみんなの手見てようかなクエスト行ったばっかりだからこうクエスト行ったばっかなんだよ、見られる恥ずかしさみたいなのが、これも今行っちゃったら多分もう勝てないよいや、行っちゃっていいんじゃないですか、行っちゃいますか、まあ、今、あの主人神さんとか始めたばっかりなの、いい、さよなら、あ、はい、ドスバギーだった、はい、狩猟簡単かもしれない、もうこの、いや、ここでね、腕をドスジャギーを買ってみんなとの着地マルチを楽しみた、あ、出てくるところで落ちてくることも知っていた、いやー、いや倒せるんですけど、うん、ほぼ攻撃かわせてないっていうおいや、ダメだね、まだまだ、まだまだだね、ヒットアンドアウェイ、フェイントガードできるんじゃない、うん、できる、全然もうねあ、ガード結構、あの、はい、いつも出す使えるみたいなんで、おやばいと思ったらすぐガードボタン押すっていう、ボルボロス、おお、すごい、かっこいい、あ、まあガードしてた方がいいのか、なんかカーフィーしちゃうとなんか変なとこに行っちゃって、あー確かに当たんない時あるんですよね、くるくるガードの方が向こう近くで、あ、またあー、なんか固まってしまった、攻撃できるから、カラララー、あ、それ連打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 ボタン連打、危ない危ない、よそ見、よそ見ってダメ、絶対避けながら避けながら、あ、ガード強いわこれ、うわー、ガードいいだと思います、やっぱり射撃後の硬直が回避ができない、ス
してもらっていいですか。ドスマギー。いや、いてててて、落ち着いてほしい、このモンスター。はいはいはい、へいへいへい、痛い。狙えるか。おわ、お友が回復してくれた。ここで避けるっていうね。で、ここで一戦届かなほっ、やっ、よいしょ、よし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 。大型モンスターと全員バトル中でございます。はい、俺は倒したぜ。あー、ナイス討伐。いや、なかなか撃てねえ。よし、2番目の討伐は俺かな。2番目の討伐は俺かな。さあ、クロワさんもやばいやばい。待って、ゲージ半分。待って待って、お、半分いきましたよ。危ない危ない。おー、シーナさんも一回回避しとくか。さあ、痛い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 。アイル頑張れ、もっと頑張れ。撃てない、頑張れ。よしよしよし。さ、死神くんがもうすぐゲージが溜まる。あー、溜まろう。食らっちゃうんだよね。食らうと減るのか。そう、だからね、うまく立ち回らないで。おー、ちょっと倒れた。よしよしよし、違う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 。お、気づいね。あと、ナイス、武器も使う。おー、ナイス、ナイス。あー、マジで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 。俺、撃てねえんだよ、こいつ。こいつなんかすげえ俺狙ってくんだよね。突っ込んでくるから。やめてくれよ。よし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 。立ち回りを。あ、いけるな、これ。いけ、助走をマジでやめろ。はい、うわー、あー、ほっ、いまいちだな、当たり具合が。日常カフェあるの行ってみたい。あ、なんか寝た、起きた。日常カフェか。何出るんだろう、飲み物。超怖いんだけど。みんなの好きな飲み物とか。火力出して一気に叩く。あ、僕はモンスターの体液でいいですよ。モンスターの体液って。マジで言ってんの。じゃあ、モンスターの体液とか言ってカフェで。はい、モンスターの体液よ。むしろすごい高そうだけど、ね。オーケー。さあ、クロノさんも現実にね、討伐していこう。じゃあ、まあ、あの、今トラゾーさんがやっている間にですね、早く、マッチプレイなんですけども、やり方を説明します。ペントさんが一番楽かな。ペントさん、じゃあ進めてもらって。はいはい。で、あの、画面とかこのまま出せる形にしといてください。大丈夫です。あの、画面の下にマルチってあると思うんですよ。あるある。はい、これ。で、そこで、今はね、武器の強化とかに行くとしたら、この装備収集の横にね、完全素材ツアー。1、1。よし。なるほど。この強化用素材、素材ツアーとか行くといいかもしれない。なるほど。あるかな。ここら辺かな。で、よしよし、あと1個あった。リオレウスとか行っちゃいます。リオレウスあるじゃん。あ、そう、行っちゃいますよ。強いかもしれないけど、で、選ぶじゃん。そしたら、マルチを選んで、で、部屋を作るを選んで、はい、入室制限をかけてる状態で、その状態作成。作成。で、ここで招待っていうのが下に。あ、みんなを招待すればいいですね、これで。で、仮友っていうのが、ここにある。仮友？仮友？仮友となっておいて。そしたら、もう、これ全員そうだから。あ、待って、うん、ちゃった。あなたへの招待数ゼロ。あ、全員か。ここに来るのかな。そう、ハマってるハマってる。ここ来るんじゃないの。やばい、変なパターンに入ってる。来た、変なパターンに入ってるよ。ちょっと待って、変なパターンに入ってるよ。あ、来てるじゃん。あ、これかな。これっすね。そうそうそう、入室する。来た来た来た。おぉ、やっと会えた。で、もうあとこれ待っていれば。よし、よーし、オッケー。マルチです、マルチ。じゃあ、クロノワさん、そのマルチ押すと、招待がそれ。そこで上にリオレースがあるんで。流出するで。これが多分一番、そのフレンド、ね、カリッともと一緒にプレイするには一番楽な方法かなと思いますので、ぜひね、見てる皆さんも利用してください。すごい名前の。誰かが入ってちゃった。なんか知らない人が来ちゃった。これ強制退出しちゃったんですか。ごめんね、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 ごめんね。あ、退出してくれた。ありがとう。優しい。ありがとう。やばい、俺がね、早くしろっていう。申し訳ないです。よいしょ。装備編成。あ、スキップしちゃって大丈夫です。はい。装備編成。装備確定。あ、ちょっと見たいですね。はい、で、マルチをトラゾーさん。マルチで、はい、招待クエストっていうのを左右にスライドしてみてください。もう一個、もう一個。もう一個、もう一個、もう一個、それ、はい。で、一番上、これですね。入室する。入室。はい、これで、はい。そしたらですね、装備か、ペイントさん以外は装備確定を押してください。ちょっと楽しみ。で、準備完了まで行ってください。
準備完了です。準備完了です。はい、はい、オール様。そしたらベンジサードはいつでも始めて OK でございます。行くぜみんな。はい。倒しちゃおうぜ。倒しちゃおうぜ。どういうこと？行くよ。はい。狩猟だぜ。え、これでいいの？で、これ出発するおそばいいの？はい。行きます。そしたら確認されるんで。うわ！震えてきた。震えてきた。たぎるたぎる。たぎるわ。ため切り当てたい。尻尾切ろうね、まず。これは切れないから、ちょっと火力。僕らが。あ、協力しましょう。よし。わあ、いる。みんながいる。俺これ倒すことなんてできない。俺が倒すことなんてできない。ここはね、死神さんとね、俺でこう。いや、僕もちょっと。やめろ、みんな何をしてるか。いや、俺倒すことできないんですけど。続きますね。小型が。わ、かわいい。なんか、かわいい音が鳴る、倒すと。ほんとだ。ひゃん。にゃー。バシーン。あ、吹き飛ばしてしまったせいでよろしく。オーケー。えいし。よし、来るんじゃないか。あー。あー、じゃなくて。お、オーケー。来た来た。飛ばす開始。よしよし、たぎるぜ、たぎるぜ。よしよし、こっちだ。よしよし、はい、すいません。尻尾俺らが引き付けた方がいい。そうそうそう、あ、そうかそうか。待って、俺も尻尾に付けよう。そうそう、尻尾に付ける。フェイントと俺は多分リーチ長いから、多分尻尾いけるかな。届くと、わー、危ない危ない危ない。よし、尻尾にマークつけた。足とかやっちゃダメかな。で、こうなったら、ほら、あー、一発も当てられなかった。危ない危ない、回避。お、ナイス、ひるんだぞ。あー、やっぱ当たりづらい。怖い。いけるかなぁ。おお、さあ、クロノスドーン。おぉ、マジかよ。一気に減ったよ。右翼破壊、右翼破壊。まずいまずい。もう破壊した、翼。早い。すごい。これは、やばいやばいやばい。クロノスドーンを守っていればいけるな、これ。もう一丁。あ、おー、ナイス。おやばい、もう、体力の減りが。すごいすごい。いいね、チームワーク討伐できちゃうぜ、こんなん。おー、危ねー。あ、一戦出せる、ダメジャップ、一戦出せるぞ。おー、せっかくに尻尾に、尻尾に攻撃を当てる。いけ、おーい、よくぞ切った。よしよしよし、あと頭、頭狙う、頭怖い。どこが壊れた、頭か、頭がまだ壊れてない。危ない、危ねえ。おら、よいしょ、やばい、討伐成功。イエーイ、これめっちゃ楽しいんだけど。やっぱみんなでやると楽しい、これ。若干食らってしまっている。いやこれ、V 破壊。V 破壊。楽しいね。楽しいですね。気持ちいいね、尻尾切れると。いや、全部行きたいですね。うるさい。オーディングとか流れると可愛い音が鳴る。これ、あ、出た、準決勝出てる。クロノワさんの、強化素材としてね、レベルが1から10まではモンスターの帯域っていうので、はい、強化することができるんですけど、11以上はまた違う素材が必要になってくるんですよ。なんでこの素材ツアーってのある程度回ると、さらに強い強化をすることができると。なるほど。もう一回行ってみましょうか。はい、はい、で、多分それでこの枠ラストですね。あ、そうなんすか、もうあっという間だ。いや、時間が、違うの行ってもいいってことですか、それって。違うのいいですよ。どうする？ディオレウスか、ボルボロスか、ルアルドロス。これ、俺ニューってついてますよ。俺、ルアルドロスめっちゃ好きじゃんね。見た目が可愛いから。いけます？ちょっと、ルアルドロスいいっすか。いいですよ。じゃあ、行きたいと思います。じゃあ、みんなを招待します。あ、そっかそっか、あ、そっか。ちょっと待ってね、みんなを招待するから、はい、で、検索中で、2人とも選んで全員で、員で送信。そうそうそう。さあ、じゃあ皆さん待ってれば来るかなと。はい、熱出する、熱出、よし。さあ、入りましたね、全員やろうかな。よし、装備確定、準備完了。またやったるぜ。いや、クロノワさんのあのため強いっすね。強いわ、あれめちゃくちゃ、ね、もうえぐい、あれは。で、僕らは、うん、とにかく V 破壊を。そうですね、ヘビーボーガンでできない V 破壊をだいぶやっていこう。尻尾あたりを狙っていくしか、うん、はい、準備完了お願いします。したかな、してるしてる、した、もう尻尾強いすいません、いきます。はい、頑張って。僕ちょっと高い位置にあるものやっぱり
さっきやってたんですけど、あ尻尾とか厳しいよね。顔に先に行っとくか、うん、足とかでこう倒せるかなみたいな。そうなんかさ転ばしたりとかさ、うん、して、ね、お届かないとこ届くみたいな。おわ採掘してる。待って俺も採掘したい。ちょっと待って、ちょ群がりすぎみんな。オッケー。うん。もう先行ってるでいい。あおらおらみんなのダメージも見える。そう、みんなのダメージが見えるんだよね、ちゃんと。あ、後ろにいた。ガンガン行くべ。助けて助けて。どこだどこだ。あ、止まった。今使わざるを得ない。ガンガン決めていけ。いけその双剣のさ、溜まったゲージっていうのはさ、うん、次のステージには引き継がれないでしょ。引き継がれるの。ちょっとまだ使ってて全然分かっていない。来た来た。じゃあ尻尾。尻尾やろ尻尾。あ、尻尾いけそう今回は。いける。ちょっと下の位置にあるから。うん。危ない危ない危ない。よいしょ。なんか、ああ振り回す気がしたの。おーらっよいしょ。完成したい。いいぞ。いけ。何やら異変があれば逃げると。あ、叩きつけてきそう。ああ気にせず俺は切るよ。おーらすごい。よこせ、尻尾。おー早い。ナイスナイス。いいぞ、次はじゃあ顔にしましょう、顔。顔。あの、綿を取ろう。あ、綿取ります、ね、綿、あ、体もあるのこれ。あ、でもなんか、顔になってしまった。次は私の番だろうな。お体だ。あ、ここだね。あいや、そこちょっと遠くないゴロゴロされた。ナイス来た。あ、ナイス。もうこぼした。いいぞ、あとはどこだ。あとはもう顔じゃない。顔だ。おっていうか、ライフゲージあと1だ、相手。まずいまずいまずい。殺しちゃう。やばいやばい。その前に倒しちゃうよ、これ。ソフトタッチ。頑張れ、討伐しましょう。あ、いったんじゃないですか。あ、もう壊したじゃん。壊した。ナイス。おお。じゃあ、あとはこのゲージを使う。討伐するだけで。さらばだ。さらばだ。ノーナイス。やばい、かっこいい。かっこいい。さあ、じゃあ、あとはこの後何がっていうところですけれども、はい、一応以降補足すると、はい大丈夫ですか。すごいごめん。あのね、仮玉っていうのが、まあはい、このゲームにはあるんですけども、今ってクリアしたら必ず宝箱が4つ開くのね、はい、で、仮玉があと5個追加で、使うと、その下にある4つの宝箱っていう風にですね、はい、1回のクエストで手に入れる宝箱の数を仮玉を使うことによって増やすことができると。なので例えば、まあ、ここでは多分使う必要がないんですけど、なんかあの装備結晶とかちょっといいものが宝箱以外にこう出現してるよっていうのが見えたら、あ、ここはもうあえてじゃあ仮玉を使って、さらにこの絵が変わるわけですね。そうっていうのがやったりもするので、そこら辺もですね、今度あの試してみるといいかなと思います。はい、まあ今仮玉ないんだけどね、うん、なんか 5個あったから、僕4つしかないから、うん、そうなんです。あ、あのね、貯めなくちゃいけない。昨日かなり豪華に使ったんで試したやつ。なるほど、ね、あれほっといてよ。いやいや、もうね、酔い越しのね銭はあ、でもそのおかげで強いわけですよね。さようでございます。なるほど。さあ、ということでございまして、お時間になりました。お疲れ様でございます。はい、で、まあ、感想なんかは次の枠の最後に聞こうと思いますので、僕の方から告知だけさせてください。はい、皆さん、こんなに面白いゲームでございます。ぜひですね、 Google Play で、現在好評配信中でございますので、ぜひダウンロードの方よろしくお願いします。ダウンロードの方法なんですけども、画面のみんなから見て右上の方をクリック、もしくはスマホであればタップをしてみてください。ダウンロードリンクがニョギニョギンと出てくると思います。そこからすぐに、ページ飛ぶようになっていますので、もしもダウンロードしやってみたいよという方はぜひダウンロードお願いします。そしてもう一つ、次の枠なんですけども、また違うページで違うチャンネルで行いますので、画面の下概要欄の中にある次の番組枠から移動をお願いいたします。概要欄の中にある次の番組枠のリンクです。じゃあ最後は真ん中のカメラに手を振りながら締めましょうか。それでは皆さん、次の枠でお会いしましょう。バイバーイ。喋っていいんだよ。うわー、うわー、うわー、うわー。